ついに目的の地にたどり着いたのであった。メーター、この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかった。しょうがないやつだ。違う車両。もしもし、あれ、誰も電話。プ最高。な、お前何。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもん。そりゃねえよ、頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才である、この海王様。おらがシャレをか。かいよ。そりゃ今わしが言ったや。やり直し。誰も電話に電話。そりゃ今やり直し。トンが吹っ飛んだ。笑った。海王様が笑ったぞ。くそー、お前。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。
どうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だからけ。嘘つきは人…神…リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕をここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ。ピッコロ。お父さんが昔戦ったこと。少しは父親から。確か昔はピッコロ大魔王っていう。では本格的にしごいてやると。よし、そうだ。木のコントロールができ始め、浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を。準備ができたら俺のところへ。なんとか飛べるようになれたけど、ピッカーさんと手合わせか。ちょっと怖いな。僕でも。そう、お前なんか僕がやっつけてやる。ターンエアロン、やったやったトーンエアロン、やったエホーン、やったやった。どうだ。ピッコロさん、もっと優しければいいのに。逃げずに来たな。始めるぞ。はい。このままで死んじゃうよ、ピッコロ。見るのではない。感じるの。どうしたらいいか考えろ。そして動け。そんな。
これくらいにしてやろう。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！やっ！おお、あっさりと。まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。でも少し黙ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺分かってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。
食べるときと寝るとき以外ずっと修行ばかりやって、それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたい。そうだ、どうせならこのままちょっと食べ物を探してこようかな。ピッコロさんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。お母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。急がないとピッコロさんにバレちゃう。行くぞ。当然聞いてますよね。そうだった、いけない。ヤムチャ様にご馳走を作ろうと思ってたんです。そんなわけで僕は食材。僕もお腹空いてきちゃった。母さんに何を作ってもらう。うわー、やめろまたいつか出会うかもしれない。それにしてもとっても強いんですね。そうなの？気づいてなかったんです。まるで天下一武道会で優勝したお父さんみたいに。さすがは悟空さんの息子さんですね。
僕なんか敵も追い払えないく…でも逃げなかったじゃない。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。それにヤムチャ様は言う、お前が期待してくれるから頑張れるんだ。みんな頑張って。助けてくれてありがとうございました。ピッコロさんは怖いけど、もうちょっとだけ。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強く。僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。あれ？くっくっ。はっがっ。はっがっ。はっがっ。やったね。やった。僕でもなんとか勝てそう。ピッコロさん怒ってないかな。ピッコロさん、全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした？俺や孫悟空のように強くなりたい。謝ったら許してくれるかな、ピッコロさん。どうした？それでサイヤ人と戦えると思っているのか。行きます、ピッコロさん。やった。もっと本気を出せ。死にたいのか。もっとすごかったぞ。まだまだ行きます。それそれちょっとっうわ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 っ
感情忘れるな。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。この道着って…何か文句でもあるのか？うん、ありがとう、ピッコロさん。Hmm.